カスパルス・ゴルクシュスは、ソビエト連邦、リガ出身の元同国代表サッカー選手。現役時代のポジションはディフェンダー。2005年12月24日のタイ代表戦で、ラトビア代表デビューを果たした。2013年2月現在、ラトビア代表において、首相を務めている。長らく、フットボールリーグチャンピオンシップでプレーしていたが、2012から13。 シーズンには、レディング FC の昇格により、プレミアリーグデビューを果たし、2012年12月4日には、フルスのクイーンズパークレンジャーズ FC を相手に、プレミア初ゴールを決めている。2017年2月6日、リガ FC に加入することが発表された。2017年10月31日、ラトビア代表を引退することを表明した。既婚者であり2の父、 父親のジュリス・ゴルクシュスは、ラトビアニブ、FK アダの会長を、弟のリハルズ・ゴルクシュスは、同クラブの GM を務めている。ゴークス、ラットビアスライムニム・マムズ・アイ・アール・スコーリー・スバーディ。リガ FC、2017年4月1日閲覧。ラッテビアン・サッカー・キャプテン・ゴークス・ハングス、アップ・ヒズ、インターナショナル・ブーツ。 レッタ、パブリックブロードキャスティングオブラトビア、http イングリッシュ、lsm,lv, アーティクル、カルチャー、スポーツ、ラテビアンサッカーキャプテンゴークスハングス、アップヒズインターナショナルブーツ、A255698、2019年11月29日、閲覧。ありがとうございます。